ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます今夜のアンカーマンは産経新聞論説員の鹿間光一さんですさあ今夜は何が見えたでしょうか今夜じゃなくて明日なんですけどね、えー、何の日かご存知ですよね土曜の牛の日の日なんですね今年はあの、はい、牛の日がね 2回あるということで明日とが8月6日でしたねえうなぎが2回食べられるかどうかは別にしてまあどうしてもね牛の日となるとうなぎということになるんですけどねまあ今年はねわりに稚魚が豊漁というのかあのよく取れたということにあって値段は去年ほどは高くないとここしばらく高かったですね。 ななかなかね口に入らないんですけども、はい、今年はなんとかなるかなと思って今日スーパーを覗いてみたんですけどもやっぱりちょっと高いなという,そうです、ね、私もちょっと引かれたんですけど明日どうしようかなと思うんですけども、えー、まあ日本人っていうのは本当と同じ好きですよねで暑い時のやっぱりそのスタミナ食っていうのか。うん 夏バテ防止ということなんですけど、まあいろんなところにねうなぎが出てくるんで、はい、まあ今日は、えー、日本人のうなぎ好きを象徴するような話をね23ご紹介しようかなと思うんですけどまず落語の世界でね、えー、うなぎが出てくるお話っていうのがいくつかあるんですね、えー、上方落語で。はい、で、あのー、これはあの勝野米長さんの、えー、本で、えー、読んだんですけども「うなぎ谷」という。 地名ありますよね新左橋の辺りにで「うなぎ谷」というタイトルの落語なんですけどもこれはあの、まあ、江戸の昔、えーまあ、大阪八百屋橋ですからあ市内至る所川が流れてて、まあ、その辺りでもですね川でうなぎが取れると。 ところがその昔の人はあんまりそのうなぎうなぎと言って食ったわけじゃなくて名前もついてなかったという落語によればですね「ノロという名前をついててえどうも気味悪がってえぬるぬるとして飲んで食べなかったんだけどもある時まあ海が湿気ですねあの魚が取れないっていうんでまあ料理屋に行って出すものがありまへんというわけにもいかないんでその近くの川で取れたまあこれを出したと。 でまあ食べてみたところがお客さんがですね美味しい美味しいと言い出してですねまあおかみさんおなぎさんですねおなぎさんおかわりおぎをおかわりお苗木おかわりお苗木おかわりでお苗木になったといううんそういうばかばかしい話があるんですよねああるいはのをですね。 まあ夏、えー、船を出して船遊びをするという、まあ、うさん船というお話なんですけどもまあここでその、まあ、商家の旦那さんでしょうな芸者さんをあげてこう船遊びをしているとそれをまあ橋の上から見てたあまあ長屋の二人がですね「おいや何を食べてんねん」というのを見るとですね 片っぽがあれなやで「いやいやわしの知ってるうなぎあんなんちゃんもっとコロッとしてる」でていやいやそれはお前うなぎの頭や半助や」という話でですね、えー、わしもいっぺんその胴体と巡り合いたいというのはまあそういうお話もあったりとかですねまあ落語にいろいろ出てくるんですけどもお亡くなりになりましたけども古今亭新町さんっていう、はい、あの東京の。 落語家さん、えー、新庄さんの息子さんですけどもこの人はねうなぎは大好物だったんだけれども、まあ、2つ目まだそ真打父,父にならない若い頃にですねちょっと身内に不幸というのか、まあえー、いろいろあってそのうなぎ立ちをしたと<ー>好きな好物 食べなかったそれ以来ですねずっとその、えー、うなぎを食べずに来て「新んさんうなぎ嫌いなんじゃないの?」と言ってたら、えー、最後の最後にもし、えー、死ぬ間際にね何が食べたいと言われればですねという話を振られてですねいっぺんうなぎを腹いっぱい食ってみたいとあ<ー>、まあ、そういうことをおっしゃったと、まあ、その後亡くなりになりましたけれども、まあ、その時にうなぎを腹いっぱい食べたかどうか。 分かりませんけどもねあそれれほど思い入れのある、うん、そうそうそう、ね、まあ僕も死ぬの前に何が食いたいと言われればうなぎも一つの候補かなと思う、ね、<laughs> んですけどね、うんあの。うなぎ好きでね有名なのはですね斎藤茂吉さんという歌人、まあ、文化勲章も受賞された大歌人ですけども。 まあこの人のうなぎ好きは大変有名でして、ねあのー、ずっと日記をつけてたんですけどもあのうなぎの研究家がですね日記をこう丹念に調べていくと、まあ、そ,のその日何を食べたか何を食べたっていうのことが出てくるとでうなぎうなぎうなぎって数えていくとですね、えーえー、902回、えー、<laughs> うなぎを食べてることが分かった 2> 2回。うん、でしかもね 茂吉さんがうなぎを食べ始めたのはある程度お年になってからなんで、はい、えそれから二十数年ぐらいの間に900回っていうんですからこれ大変なすごいペースですよねそうそうそう。で、まあ、いろんなエピソードをお持ちでね、あのー、例えばその息子さん、えーまあ、この方も有名な方なんですけども。あのーえー 戦争中っていうのかな、まあ、戦争が始まるちょっと前ぐらいなんでしょうけどもあのお見合いをしてですねお嫁さんをもらうということになってで決まってですねまあ,あ両家の皆さん集まってちょっと顔合わせをしましょうということで、えー、うなぎ屋さんの座敷を借りてこう、えー、ご挨拶をしたではまあ娘さんもですねまだその 相手のねお父さんにお会いするしかもその有名な方だから緊張してですねうなぎが出てきてもですね、まあ、箸をちょっとつけただけでですね、えー、なかなかその食が進まないでそれを見てた茂吉がですね,ね食,べ食べないんだったら俺が食べてやるみたいなことで,ですね <laughs> 横から手出して食べちゃったとかあるいはその、えー、戦争中ですねまあこれでもううなぎは食べられなくなるんじゃないかってうんでうなぎの缶詰がその頃からあったらしいですね<ー>輝きにした。はい でそれをその大量に仕入れてですねあのお尻の中に隠してちょこ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 食ってるうちにあの戦争が終わったと。はい、でまあ、うなぎ食べられるようになって、まあ、ある時、まあ、缶詰に残しとったなあれどうしたやろうなと思って出してきてですね缶が錆びついていてもったいない残念だというようなですねそういうこともですね歌に呼んでるんですよね。<laughs> あにだからあの、まあ、お仕事の合間にですねうなぎを食べるのが、まあ、唯一の楽しみというのか、まあ、それがうんどうも歌作りのヒントになっているんでんえある時そのうなぎを歌ができなくてですねうんうんなってて。 うなぎを食べた途端にですねパッと歌が10首ほど浮かんだというぐらいですから、はい、まあ一つ頑張ってうなぎでも食べてですね、はいえー、皆さん明日以降のお仕事を頑張っていただきたいと思います。でした